どういうこと？ちょっとなんか謎のステージ始まったんだけど。ファントムさんじゃん。歩き方の癖すごいな、こいつ。陰キャすぎ、マジで。一撃、唐突すぎるんだよな。なんだこいつ。山の上に黒い雲がかかってからというものは、人も街もおかしくなっちまった。山行けってことなんかな、これ。よ、そっちのお二人さんは恋人同士かね。俺これ恋人同士って言ったら、エイプリルフールの時の俺と、今の俺で、なんかカップリングすることになるんだけど。いいえ。いや、心の奥には愛が芽生えちゃってるんじゃないの。なんかすげえ、昔のおじさんみたいなこと言ってくれ。めちゃくちゃおじさん構文で言ってくれ。これ何つか。ハウスってあるんだけど。こいつなんか知らない？ライブハウスのチケットあるよ。1200ドルで買うかね。いいえ。ケチンポなガキ。いや、ガキはケチンポですよ。何これ。入れねえんだけど。こいつ何？チケットがなきゃ入れない。しゃあねえ。じゃあ家の前にいるこのバイヤーから買うか。はい。おい、入らせろ。おい。入らせろ。楽しんでってね。オッケー。で、ここにいるやつは。よ。シーカちゃん。いや、何？帽子に名前が書いてあったからさ。怖っ。なんか、女の子見て、帽子見て、速攻名前呼びしてくんのやばいな。あんたたちも歌うかね？いいえ。シャイな子、忘れそうでしょ。初めて来たところなんだから。ファントムは山の化け物に両親を殺す。あ！来たー、ようやく。友達2の方に、俺ファントムっていう昔俺が使ってた名前をつけたから、そう、多分これだ。あと下の奴らめっちゃ点滅してるの何？たまにあるよね、このゲーム。なんかめっちゃ点滅すんだよ。それまで優しくてひょうきんな子だった。両親殺されたんか、ファントムさん。で、これは楽屋を覗いちゃダメよ、どえらい目に遭うからね。へえ。こいつはスイッタらしい人ん？スイッタらしい人って何？屍っていうの。ビールをオールは飲んで、いや子供なんで。老けてるけど未成年だったのね。ふざけんな。誰が老け屋じゃ。白髪生えてるけどよ。あんたたちも歌うかね。歌ってみるよこれ。どうなんの？お、じゃあ景気のいいやつをやってくれ。え、どういうこと？ちょっとなんか謎のステージ始まったんだけど。何これ、みんななんか同じリズムに乗ってる。声とか出んのかな、ちゃんと。そういう演出はないんだ。すげえ横に小刻みに移動してるけど、ちゃんと踊ってるって感じなんだろうね、これ。ライブハウスで流れる曲ってこんな感じなのかな。俺ライブハウスとかいうところね、行ったことないから知らないんだけど。なんかちょっと雰囲気違うような気がするんだよな。なんかしかもこの踊ってるのは普通の一般少年と、科学大好きなメガネ少年と、よくわからんね、不思議な力を持ってるみたいなことをさ、自称する女の子だからね。全員やべえやつなんだよ。まあ主人公以外、まあ主人公も言うてさね、なんか父親に急にね、冒険の時だとか言われて納得して家から出て冒険してる子供だから、ね、ちゃんとやばいやつなんだよな。てか長くない？長くない？これなんかあんのかな、歌ったら。なんだこいつ。いい歌を聴かせてくれたな、サンキュー。お前たちが俺の仲間を可愛がってくれたのは。ん？いいえ、可愛がった覚えありません。わかってるんだ。リーダーはどいつだ、思い知らせてやる。ん？
BB 弾のボスが襲いかかった。ボス右が効くからいいよ。めんどくさい。あ、ちょ待って、違う。俺戦うしか選べないのこれもしかして。4。弱。俺が戦うしかできないんだ。殴ろう。あ、でも相手にも4しか与えられない。まあでもこっち体力170あるからさ。170あるから。さすがに大丈夫だろ。レベル31やぞ。オッケー。ああ、大したやつだ。しかまでって言ったっけな。ドローにしねえか。ドローうなんだ。伸ばし棒じゃなくて。親父とお袋の仇を取りて、一緒に山へ行こうじゃないか。ん？こいつさ、もしかして、ファントムさんじゃない？そうか、きっといいグリフォチームができるぜ、乾杯。おい、そこのメガネ野郎、お前は戦いに向いてね。しばらくここで体を休めてな。荷物は俺が借りてくぜ。え？あ、ちょっと待って、トバさんが消えた。あ、やっぱりそうだ。ファントムさんじゃん。いや、ちょっと待って。ファントムさんこんな感じのキャラなの？なんかちょっとキャラ違くない？なんか俺が想像してたやつと違う。ちょっと、なるほどね。あ、しかも最初からレベル18だ。あ、それすげえありがてえ。何できんのこいつは、このファントムさんは。あ、でもオフェンス高え感じか。あ、だよね。ゴリゴリのファイター系って感じなんかね。スピードもクソ速いな。あ、いいじゃん。いいね。よし。だね、ファントムさん。ちょっと丸腰じゃ良くないっすよ。丸腰は。ちょっと一旦ね。まず金下ろしてから装備揃えましょうや。だいたい上全部86ね。まず、ソードを使えるかどうかや。あ、装備できた。どんなもん。これ、迷宮さんなんですけど。132、でかめちゃくちゃ上がった。え？俺より高いじゃん。オフェンス。バチクソ高いじゃん。マジで。超パワー系なんだな、こいつ。あ、やっぱ、ソード一番高えんだ。あ、そうだよね。バリバリ、剣だもんな。しっかり剣だもんな。エアガンとかさ、ナイフとかそんなチャチいもんじゃないから。しっかり刀剣だから。すーげえ。賢さだけ19だ。賢さだけ19なの、やばいな。いや、そう考えると、俺結構、平均的なんだな、やっぱ。んじゃ、山行きますか。ただ、山に行く前に、なんだっけ？港行ったらいいんだっけ？北側だよね、多分。これ、上の方か。こっち？多分渡れるよ。いや、なんかすげえ目がジラジラする。なんか、あ、なんかいる。誰だい？私を世界一の釣り師と知ってやってきたのかね。いや、それほどでもないが。じゃあ、これから1時間、え？何？いや、朝になってしまう。は？まあ、テキストが早すぎてわかんない。ちょっと。はい。それほどでもないが、1時間ほど自慢話をするが。自慢話してたんかよ。山行くか。山行きましょう。また湿地帯入って、なんだかんだやって、あれ？東行かなきゃいけないやつ。あとなんかファントムさん歩き方の癖すごいな、こいつ。こうちょっと縦から見たときはさ、この横のさ、なんかグニョグニョになるのすごいな、本当に。めっちゃ肩でね、歩いてるじゃん、こいつ。いや、大丈夫なはず。いやー！そうか、俺がフランクリンバッジ持ってないからか。ちょっと待って。
早急に殺そう。さっさとこの辺から退散しよう。マジで。てかスーパーヒーリングってさ、これ鹿まねさん復活したりしない？え？マジか。カムバックした。蘇生だー。蘇生ができる。マジで。え？そんなことできちゃうの？いよいよマジで、いや、いっちゃん杖まであるじゃん、シーカちゃん。あ、洞窟ある。ここなんじゃないっすか？え？めっちゃノリに乗ってる洞窟の音楽してる。どういう構造これ。前の洞窟と全然 BGM 違うな。ここは？は？え、洞窟の中でエンカウントした。ブレインガ。何それ。これ何？何に足が生えてんだよ、こいつは。いや、なんか爆発しそうな気すんだよな。サイマグネット。PP を10番。そういうやつなのこれ。サイマグネットって。あ、マジ ?41。え、じゃあちょっと待って。それ、確か、覚えてるだろう、シーカちゃんあたり。何かしら、なんつうんだろう。その磁力的な攻撃なのかなって思ってたんだけど、磁力とか使った攻撃みたいな。マグネットっていうぐらいだから。これだろう。あ、PP 回復できるんだ。今度から使おう、ちゃんと。まあ、とりあえずぶん殴ってもらって。いや、めんどくせえ。PP 奪ってくるのうざすぎる。避けてるし。じゃあ、こっちも吸収させてもらって。10だった。あれ？しかもこれ消費なくね？ちょっと待って。これ消費ないぞ。え？最強じゃない？普通に。こういう相手には。いや、助かる。しっかりなんか実演して教えてくれた。ファントムさんには効果ないよ。PSI なんていうね、そのよくわからんもんは使わないよ、ファントムさんは。身一つでぶん殴っていくのよ。いいね。PP 回復手段ありがたく教えてもらったわ。あ、PK ファイヤーえげつないよな。よし。ファントムさんがしっかり頭から勝ち割って勝利と。また出てくる。ブルースターマン。ブルー。何、なんかサイヤ人のブルーみたいな、そんな話。この時代から。これ30年以上前なんだけど、このゲーム。あ、ちょ待って。これさ、パラライスかけてさ、1対1の相手に対してパラライスかけて、で、サイマグネットでチューチューすればいいんじゃねえか。それでよくない？あ、終わったわ。ひたすらチューチューしてたらさ、PP 無限に回復できるんじゃない？もしかして。多分それできるよな。これは何？刀があった。なんで刀だけローマ字なんだよ、これ。足軽ソードとか言うてたやん。刀だ。俺ツコビできるかな。多分ファントムさんだけど。できないよねー。ってことは、刀は、ファントムさんなんでしょう。多分片手で刀を持ってぶん回しまくるんだろうね。いや、いいじゃん。ちょっと待って。ファントムさんが、今145で、145。どんぐらい上がるんだろうね。まあ、3、4ぐらいは上がってほしいな。お装備した。いや、エレ上がってる。12ぐらい上がってる。いいね。ジャパニーズヤクザの刀よ。まあ、そら強えもんですわ。はい。ただの攻撃ということは、かかるだろう。よし、動けなかった。で、まあ、俺は、この間に、ちょっと、ちょろちょろ回復しといて、で、パラダイス、じゃねえや、間違えた。サイマグネット。
で、ひたすらチューチューして、あの、無限 PP 製造機になってもらう。よし。動けない。チュー。よし。あ、でも、奪える PP がなくなったらそれで終わるのかな？多分。動けない。チュー。いや、陰キャすぎ、マジで。陰キャがすぎる。さすがにちょっともうぶったたくか。もう、133あったらいいよ。よし。かわいそう。一生 PP チューチューさせて。戦いの中で覚えた。チーカちゃんって PP 最大いくつだ ?140 よね。ほぼ全開レベルだな。いや、また洞窟になってんだ、ここ。ちょっと待って。あのさ、手前のところにも確か入り口あったけど、ちょっとあそこのところ行った、多くない？ちょっとなんか、復讐しに来た。さすがにチューチューしすぎたか。さすがにやりすぎたか。お、来たービームのガンマ覚えてる。即死ビームでしょ、これ。いや、でけービーム、あ、てか、ビームってあれだもんな。危機的状態じゃなくて、もう即死だよね、これ。即死攻撃だったはず。当たれば即死のはずなんだよ。はい。2体は沈めてって。まあ、ただ攻撃しができなくて。PK ビームガンマ。結構使ったな、12。つえー一撃指先からビームピチュン出して一撃よ。強すぎる。あー、ありがてー。これだよ。これこれ。これ、あの、俺いつも一発でぶっ壊す PP 回復なんだよな。もういざという時に使おう、これ。いや、いざという時、今じゃない？そういえば、俺の PP がないんだよね。じゃあ俺が使うか。一回でぶっ壊れんだよ、マジで。20。いいね。2回目。よし。あ、結構回復する。いいね。いい乱数を、いい乱数を手にしてる、今。いい乱数を手にしてるはず。オッケー。どんどん回復するぞ。もりもり回復するぞ。よし。110まで来たらもう、オッケーよ。あとはもうシーカちゃんに渡す。いいね。一気に回復した。そして外に出たー。ここ東側でしょ。え？地図に載ってない？どこなんだ、ここ。じゃあ。このツタって登れんの？あ、登れる。じゃ、一旦下探索してみるか。なんもない感じ。なんもねえな。てか、なんか敵に出くわさないけど。BGM 不穏だし。ひたすら、あ、何が出る？ガーゴイラ。急にファンタジーになった。いや、まあ、宇宙人とか出てきたけど、ちゃんとファンタジー色なやつ出てきたな。オッケー、殴り切る。ビーム使うまでもないな。そんなにめんどくさくはないっぽい。てか右側探索してないけど、ワンチャン何かあったかもな、あの出入り口の真ん中。くっそ広いところ出たな。だからここが山なんだろうな。いや、ここが山で合ってるよな、さすがに。山っぽいもんね。なんか、端から端までしっかり探索しよう。ガーゴイラね。よし。そんなにエンカウント率も高くないしな。なんか、この辺。普通に歩ける。と思ったら、タイタニアン。いやー。前に出てきたタイタニーの上位互換なら、これ物理攻撃がそんなに通じないはずなんだよな。物理攻撃が通じないのであれば、物理攻撃を高めればいいっていう話で。と
とりあえず一発一体はビームで仕留めとくか。ファントムさんの方が早い。オフェンスアップファントムさんにかけたのに150に上がった。でかすぎる。マジ石になった。石になるんかよ。確かヒーリングのベータで直したはずなんだよ。シーカちゃんちょっとビームそんな使わなくていいか。ここは効果がない。ガンマの方か。何か怪しいことをした。は、いや、なんかちょっと待って、まずい。なんかまずい予感がする。ビームで吹き飛ばす。ビームで吹っ飛ばそう。効果がなかった。攻撃で効果がないってなんだ。いや、なんか変なやつあったな。やっぱ石になってるから、このファントムさんが肩で風を切って歩かない。どれだっけ。え、ガンマ、ガンマの方か。オッケー、柔らかくなった。よし、じゃあちゃんと肩で風切ってるわっぽいな。あ、なんか家ある。お邪魔。なんかどっかで見たことあるハゲジジイがいる。なんか、なんだっけ、忘れた。なんか、どっかしらの駅の近くで見た。嬉しいよな、お前らが来てくれて。わかってるって。やってほしいことは。ほら。ん？お、全開してる。わかってるじゃねえか、ジジイ。そしてめっちゃ点滅してる。このバグなんなんだ、マジで。そしてお父さんに連絡して、銀行口座に7139ドル振り込まれてる。ありがてえ。金、金じゃ。てか、ファントムさんすぐレベルアップじゃん。記録しとこう。ここに記録するところがあるってことは何かしらあるんじゃないですか。ちょっと奥の部屋見て。ん？ファントム、お前ら二人でいたいんだろう。俺、ここで寝てるわ。え？は？え？え？あ、シーカちゃん動かない。え？話す？屍でそばにいて、え？はい。静かにね、踊りましょう。は？ん？何のイベントだ？これ。踊る？急に？なんか察したのかな？この二人は。この先に何かしらがあって、で、まあ、なんか、ね、その戦いの前になんか死ぬかもしれねえから最後にちょっとなんか踊って思い出作りしましょうみたいな、そういう場面なのかな。でもさ、唐突すぎるんだよな。なんか毎度のことながらめっちゃ唐突すぎる。でも多分そういうシーンなんだろうな。でもまあ昔のゲームだからさ、なんかそういうところはもう事細かに説明しないでね、考えればわかるじゃろの精神なんだろうね。なんかすげえ激しく踊るね。静かにねって言ってたけどめっちゃ激しく踊るね、こいつら。めっちゃぐるんぐるんしてるけど。はい。屍、ね、私のこと好き。え？え？まあ戦闘要員としてすげえ助かってると思いますよ。いや、でもこれ好きって言っといた方がいいのかな。いや、これさ、本来ならさ、多分このゲーム、何、女の子の名前とかいろいろさ、指名できるからさ、そこのところで、ね、まあ、子供の頃好きな猫とかの名前入れてたりするんだろうけど、俺の名前入れてるからね。シーカちゃんの、俺が作り出した名前だからね。はい、とか、ここは。はい、好きです。よかったよかった。二人とも何赤くなってんだよ。さっさと行こうぜ。ん？おい、なんかとんでもない音がしてて。え？ほんとかよ。え？ R7038 なんだこいつ。
急になんだ。マジ急になんだ。だってこれは全力でいかないといけない相手な気がする。まあ、多分回復した後で、全開状態で戦うっていうことが多分前提だから相当強いはず。とりあえずディフェンスアップをみんなにかけると、サイコシールドをみんなにかける。で、まあ、ファンドムさんは何もやることがないから殴れ。1? ちょっと、違いすぎないか?は?いや、これ負けイベントだろ、どう考えても。ディフェンスアップかけて 415? ちょ、待って、シーカちゃんがもう、PKB もパスしかない。勝ち筋あるんだとしたら。だって、どう考えても1とか2だよね。OK、避けた。ビームパス。効果がない。終わっとる。逃げるしかない。ダメだよね。このイベント多分逃げれないよね。いや、負けイベントな気がする。どう考えてもレベルが見合ってない。はい。R7038 は空間を切り裂いた。え?あ、真っ黒焦げになってる。え?なんか戦車みたいなの来たけど。あ、しまった。間に合わなかった。お前何に乗ってきてんねん。本当に。何に乗ってきてんだよ、こいつ。間に合わなかったじゃねえんだよ。戦車に乗ってきてるけど。え?三人抱えて。え?あ、どっか行った。え?あ。トマさん。助かるぞ、ほんとに。あれ、二人しかいね。一応全開は知ってるね。いや、なんか、すげえ目にあった。お。なんかすげえしんみりした。ああ、しんみりした曲なのに、左側がすっげえ点滅してる。ちょっと、角度が合ってない。トマさん、一体何があったんだよ。てんてんてん。え?もしかして、ファントさん?力だけじゃ奴らには勝てねえ。でも俺たちは必ず平和を取り戻せる。信じてるぜ。急に何言ってんだ、こいつは。おい、トマくん、君の泣けなしの勇気を使う時は来たようだぞ。え?今度こそ弱虫の僕が戦う番だ。ファントム、君はここで休んでいてくれ。え?熱い展開なのか?なんか、ちょっと待って。ファントムさんは、これあれだよね。不良の、なんかリーダー的なやつで、なんか、ね、実力認めたから、やばい行こうぜって言って、やばいって、で、それに協力して行ったらまさかのとんでもない勢いでやられて、って話よね。そう。トマさん、弾き出された人だよね。なんか、僕が勇気を見せる番だとか言ってるけど、こいつにパーティー弾き出されてたよな。追放されてたよな。大丈夫か、それで。まあ、大丈夫ならいいけど。あ、しっかりボムとかデズビン持ってる。よし。じゃあ行くか。え、ちょっと待って、俺また洞窟越えないといけないな、これもしかして。もしかして、また洞窟越えないといけない感じのやつ。だよねー。